変な車夜の山道を一台の車が走ってました乗ってるのは一人の男街までは遠く前にも後ろにも車はありませんしばらく走っていると周囲がもやもやっとしました霧でも出たのかなと思っていたら 後ろに車が一台。彼はこんな時間に走ってる車もあるんだな。さっきまではいなかったのに、と思いながらも、普通に車を走らせていました。しかし、しばらくすると、その後ろの車が急に近づいてきたんです。そして、彼の車の真後ろにまでやってきたかと思ったらいきなりパッシング。彼はびっくりしました。 しかし、その車はまた離れていきました。ちょっと気持ち悪いと思いながらも、彼は再び運転に集中しました。ところが、またもや後ろの車が近づき、そしてパッシング。そして離れていきました。彼は怖くなり、車のスピードを上げましたが、後ろの車は同じことを何度も繰り返します。 そうこうするうちに、ようやく山道が終わり、街の明かりが見えました。彼は急いで山を降りると、ふもとにあったコンビニに車を止め、中に駆け込みました。そして店員に、変な車が追ってきてる警察を呼んでくれと叫びました。店員が驚いて電話をしようとしたその時、あの車がコンビニに止まったんです。 そして中から一人の男が降りるとコンビニに入ってきました彼は怖かったんですがここはコンビニだし店員もいるので多少勇気が出ていたんで男に文句を言いました「あんた一体どういうつもりなんだ!」しかし彼は怒鳴った後で思いっきり驚きましたななぜなら その男も彼と全く同じセリフを言ったからです。驚きながらも彼は男にどういうことかと事情を聞きました。すると男はここに来るまでの顛末を話し始めました。夜の山道を一台の車が走っていました。乗っているのは一人の男。 ままではは遠く前ににもも後ろにも車はありませんしばらく走っていると周囲がモヤモヤっとしました霧でも出たのかなと思っていたら前方に車が一台彼は「こんな時間に走ってる車もあるんだなさっきまではいなかったのに」と思いながらも普通に車を走らせていました することもなかったんで、彼は前方の車を眺めていました。暗くてよくわからなかったんですが、車内にいるのは一人だけのようです。しかし、よく見ていたら、助手席にも人影が見えました。あれ、さっきは一人だけ乗ってるように見えたんだけどなぁ。と思ったその瞬間、信じられないことが起こりました。 運転席のののシートの上の部分、つまり運転手の首筋の辺りに向けて助手席から真っ白い手が2本スーッと伸びていったんです彼は驚いて車を近づけパッシングをして運転手に知らせようとしましたするとその光のせいでしょうか助手席から伸びた手はまた戻っていったんです彼は安心し車を離しました しかししばらくすると再び助手席から白い手が彼はまた車を近づけてパッシングしましたするとまた手は戻っていきましたそうこうするうちにようやく山道が終わり町の明かりが見えました前方の車は急いで山を降りるとふもとにあったコンビニに車を止めました それを見て彼は、いたずらにしても程がある。文句を言ってやろう。と思い、自分も車を止め、ここに入ってきたんです。話し終えた男は、最後に語気を荒く質問しました。で、助手席の野郎はどこだい